もろ手突き、しかし引いている高見富士。右へ右へと回り込もうという市原です。左の前回し、逆に高見富士がもろ差しで送り倒し、高見富士の勝ち。高見富士がこれで11日目からの3連勝です。6勝7敗としました。市原敗れて5勝2敗。